おはようございます。今日は土曜日です。今日から3連休ですね。天気もいい感じです。楽しんでいきたいと思います。朝のプロテインタイムです。この3連休が終わったら1ヶ月プロテイン企画の、結果報告動画を出すので、最後までねやりきりたいと思います。今回もかなりいい結果がね出そうですよ。しっかり体重も落ちてコンディションもいい感じですし、やっぱねこの朝食からねしっかり栄養は、朝ごはんからねしっかり栄養を取れるっていうのが本当にいいですね。最近のね僕の生活スタイルには本当に合ってるなというのがね感じます。シェイク。いや結局全部の味美味しいな、一番好きなのは黒糖きな粉なんですけど、毎日同じ味飲んでたら飽きるんでね、サイクルさせて飲むのがいいかなという感じです。はい、ちょっと個人チャンネルで撮らないといけないね YouTube の方の撮影があって、そちらの方のね今から台本の方を撮影して昼からね撮影に取り掛かりたいと思います。今日は作業の日になるかな、どのぐらいの時間で終わるかわからないですけど頑張ります。台本の作成が終わったんで今からプレワークアウト飲んで撮影開始します。台本作るのにね1時間ちょっとぐらいかかったかな、いつもは台本作ったりしないんですけど、今回ねスライドマットの撮影ということで、結構ね僕が推してる、かなりおすすめの製品なんで今回頑張っちゃいました。いただきます。撮影終わった、ここに台本置いて台本見ながらねやりました。この後編集か、頑張るしかないか。休みなんですけど休みじゃないような、僕にとっては、休日かこれが、趣味が仕事っていうことはね休日も仕事、そして仕事も休日みたいな感じですよね。なんか今ちょっと名言っぽくなっちゃいました。たまにはこういう裏側をねお出しするのもいいかなということで、ルーティンなんでね、ありのままを伝えるのがいいかなと思います。はい、ということで今から次の作業です。プロテインオートミールです。いただきます。さあさあ編集に取り掛かりますか。ちょっとスイッチ入らないですけどね、休みなんでねゆっくりとダラダラとできたらいいかな。ちょっと休憩。もう編集ばっかりしてたら目も疲れるし頭も疲れるし、シリコンスチーマーで作る鶏むね肉の完成。ご飯です。全粒粉のマカロニと鶏むね肉です。いただきます。編集してたはずなんですけどね、気づいたら YouTube 見ちゃってました。東海オンエアがね急に動画アップしたんでちょっと気になって見ちゃいました。続いてのご飯、全粒粉ペンネと鶏むね肉、先ほどと同じです。多分今日中に動画仕上げる無理ですね。また明日明後日とぼちぼちやっていこうかな。ご飯です。卵焼きと納豆です。今日は全然編集も集中できませんでした。また明日ね続きをやりたいと思います。帰って寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日は日曜日です。今日もね朝からオフィスに来てます。昨日のちょっと仕事の残りを終わらせたいと思います。ちょっと昼までに頑張って終わらせたいな。その後トレーニングしたいなと思います。ということで頑張ります。朝プロテイン飲んで元気つけます。はい、編集終わり。ギリギリお昼内にね終わりました。時間は11時49分ということで、15分の動画が出来上がりました。撮影したんがね2時間半ぐらいの素材だったんで、かなり短くなっちゃいました。いいのができたと思うんで皆さん楽しみにしていてください。鶏むね肉と全粒粉のペンネです。
おい、ナイス。めっちゃ綺麗。めちゃめちゃ寒い。トレーニング終わって今帰ってます。もうね、そんな長時間トレーニングできないですわ。ほんと風邪ひきますわ。もう冬はね、もうちゃちゃっと短時間でやるのがいいですね。帰宅してブラックコーヒーと日比谷名物のパンケーキをいただきたいと思います。いただきます。チル。プロテインオートミールです。 YouTube を見ながら食べます。いただきます。今日のコンディションです。ちょっと体重増えてました。まあ気にした負けかな。今日も一日終わりです。帰って寝ます。明日も休みですね。3連休最高です。ということで、おやすみなさい。さよなら。おはようございます。3連休最終日です。今日も一日楽しみます。今日のコンディションです。やばい、毎日体重増えてってる。なんでやろう。まあまあ気にしたら負けなんかな。業務スーパーにやってきました。元気でしょ。朝プロテインです。明日で1ヶ月終わりなんですけど、ちょっと前日に体重が増えちゃってて結構泣いてます。なんでこんなことが起きるんや。今日はオフィスでずっと作業してましたね。帰ります。また明日から仕事始まるんで頑張りたいと思います。今週4日しかないです。スパルタンレースもあるんでね、楽しみがいっぱいなんで、まあ、また切り替えてね、また頑張ろうと思います。おはようございます。今日からまたお仕事頑張ります。今日のコンディションです。今日はちょっと作業が忙しくてずっとね作業してたんですけど、もうやれるタイミングでねさっと懸垂やりました。ご飯のお時間です。見た目が悪い納豆とオートミールと鶏胸肉です。いただきます。お仕事終わりました。帰ります。おはようございます。今日も一日頑張ります。コンディションです。うわ、しんどそう。うわぁ、これかなりきついやつ。おぉ、すごいすごい。これ本質的な体の作り方になる。プロテインケーキです。仕事終わって帰ってます。また明日も頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。今日も一日頑張ります。まずは朝の公園でトレーニング。
やこれ準備大変やで。明後日からスパルタンレースなんですけど、実はねステディブースを出すことになったんですよね。急遽決まったんですけどね、はい。まあ、今日準備でめちゃめちゃ時間かかりました。そしてね明日もね準備があって、もう明日にはね現地に行くんでね、明日丸一日準備になると思います。まあまあ楽しみたいと思いますよ。おはようございます。今日は金曜日です。お仕事最終日、頑張ります。今日はねスパルタンレースの準備がほぼ丸一日あるということでね、頑張りたいと思います。よいしょ。今日は荷物がいっぱい、これを全部運ばないとダメなんですよね。頑張りますか。まずはお仕事やるか。左右で体を温めます。朝から廃品回収があってめちゃめちゃ忙しいです。頑張ってます。いやこれは重たいわ、大変や。さあレンタカー借ります。今日の愛車です、キャラバンちゃんです。めちゃくちゃでかい。積み込み完了。めちゃくちゃ大量の荷物です。よいしょ。安全運転を徹底したいと思います。久しぶりの運転なんでね、しかもでかい車なんで怖いですけど、気をつけて運転します。お弁当いただきました。めちゃくちゃうまそう。オープン。うわーマジうまそうやん。オープン。うわー海苔弁当いただきます。鮭やっぱめちゃくちゃうまい。違うわ、うまっ。今日のホテル、はあ、疲れた。はい、今日のお部屋はこんな感じです。うん、全然いい感じ、悪くない、むしろいい、うん、ゆっくり休みます。あー疲れた、今日はめちゃくちゃ疲れた。今日は朝から会社で廃品回収の手伝いしてね、荷物めっちゃ運んで、その後また荷物を積んでレンタカーで茨城までやってきましたよ。明日朝4時から設営です。ハードすぎる。まあまあまあ、今日が無事終わってよかった。明日のことは明日起きて考えようということで、今週も1週間終わりました。まあまた明日もね大変なんですけど、また切り替えて頑張ろうと思います。また次回のルーティンも見てください。ありがとうございました。おやすみー。